メディアを再生する1945年1月8日に日本映画社が撮影した皇居東御苑での日本陸軍艦兵式の映像。後半は日本海軍特別攻撃隊に関するニュース映像が入っているメディアを再生する2010年5月9日にモスクワで行われた独ソ戦戦勝記念艦兵式。艦兵式は国家元首などへのお披露目や内外への示意目的で行われ、兵士、兵器のパレードや戦闘機の演示飛行を伴う国家や軍隊の儀式、軍事パレードとも呼ばれる。19世紀後半までの軍隊では行進と戦闘が分かちがたく結びついていたが、今日の艦兵式はそのほとんどが国家や軍の記念行事として行われる。海軍では観艦式が相当する。大日本帝国陸軍の艦兵式は天朝節祝日、また陸軍はじめその他特に規定、または命令がある時に行われていた。閲兵式と分裂式に分かれ、軍部隊が整列し、閲兵を受け、後分裂行進してその威容を示す。天皇、皇族及び元帥、陸軍大臣、参謀総長、教育総監、軍司令官、陸軍大将、特命検閲使となった将官、永寿司令で将官である上官及び軍隊の長である将官に対して行われ、東京永寿地では大元帥の行幸を仰いで挙行され、大元帥は軍隊の敬礼を受ける。地方では所在地の最高団体長に対して行われる。艦兵式は天朝節と陸軍はじめに行われるが、特別大演習の終了の後は、出動部隊が大元帥に対してこれを行い、もし大元帥の統監がない場合は、その統監である将官に対してこれを行うのが例である。艦兵式の様子。ありがとうございます。